あ、先輩、やっと会えました。僕、探したんです。教室も、部室も、グラウンドも。でも、どこにもいないから。このままもう会えないって思って。そしたら、教会の伝説が頭に浮かんだんです。本当ですか？すごい、奇跡です。教会の伝説。僕、運命を感じます。泉先輩、本当にそう思ってくれるんですか？僕、嬉しくて。やっぱり、卒業おめでとうございますって言わなきゃダメですか？卒業なんて、全然おめでたくないです。だって明日からもう会えなくなっちゃうじゃないですか。泉先輩、ずっと、中等部の頃から、いつも先輩を見てました。それでも足りないんです。だから先輩、これからも、ずっと一緒にいてください。僕の彼女になってください。嘘じゃないですよね。夢じゃないですよね。え？先輩の手、柔らかくて。僕、絶対に先輩のこと話さないですから。はい。影が重なって君の声
じたあの日出会ったこの場所にフラワーオブラブ迷わないように震えた君の唇がそっと愛を描いた生まれ変わった、yeah. この世界は今優しく微笑みながら輝くよ風が運んだ偶然じゃなく運命の星は回ってゆく涙がこぼれてももう一人じゃないと目を閉じて肩を抱いたときめきは君